ベリです。イズハです。マリアです。レイラです。メイです。リナです。ピンク、ラテ、ディー、ビー、始まるよ。はい、ということで、夏休みもうそろそろ終わろうとしているんですけれど悲しい皆さん、エンジョイしてますか？ということで、私たちの近況報告をね、今日はゆるっとトークでしていきたいと思います。はい、イエーイ。じゃなくて、今日は、抜き打ち学力テストです。えねえ、待って待って待って、本当にピクさん、私学校の課題がまだ全然ないので、勉強するんです。私あら、どうしよう、ダメダメダメ、どういう抜き打ち学力テスト。でも小学4年生までに習ってる。あ、それはね、さすがに私が言うよね。マジでゆずばちゃんね、ゆずばちゃんとか結構なんかドッキリですけど天才キャラみたいなやってるじゃないですか。なんかいいですけど、地味に天才キャラで自信ある。やっぱドッキリなんで、できない。ドッキリでもさ、現役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 ごめんもうこっから飲めないよ、飲めたよ。やばいどうしよう。現役なんで。そうだ、マリアちゃんとかもいるわ。そうだね、なんか頭良さそう目が合うんだけどさ、セリちゃんごめん中3大丈夫、中3組大丈夫。いろいろ話を聞いて、あんまりなんか、あんまり強くないって聞いて小4のみんながわかるであろう問題、10問しかないから。おお、よかったよかった。コクスーシャーリー、そんな10問シャーはやめます、じゃあ早速、はい、学力テストやっていきましょう。頑張ります。そうでもないけどみんな近いけどカンニングなしだよ。カンニングなしで、カンニングないか見張っとくね、私が。はい、じゃあ5分でいきます。よーい、スタート。え、はえ、みんな名前書いてる。え、名前書かないと0点だよ、みんな。あ、やばい、0点だと思うんです。何、待って、そういうこと。ちょっと取らないでよ。合ってるかな、ねえ、合ってるかな、ね、え、待って、もう、これはね、結構簡単だから、みんな100点かなって思いながらこの問題作ってた。やばい。オッケーオッケーオッケー。終わったら裏返してね。勘で。え、漢字わかんないです。最年少が一番早く終わってる。丁寧に動いてるからです。残り20秒。もう諦めました。わかんなかったら大喜利の答え書いといてね。5、4、3、2、1、終了。じゃあ採点が終わったので結果を発表したいと思います、はい、みんな自信のほどは？あります。お、ゆずが一番ある。何してるの？何バツとか言ってる？何バツ？採点してる途中に教えてもらったんですよ。何とかじゃあ早速3位の人から発表します、はい、3位の人、点数 40.6 点。3位の人は3位そう、3位 40.6 点。やんなよ、かな。3位の人はでんメイ。うわー、メイじゃねーよ。マジで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 みんなマジでやばいかも。なんで本当にやばい。メイで3位だよ。ごめん、嘘ついた。恥ずかしいじゃない。ごめんね。あの4位。あ、いや、これがダメじゃないか。じゃあ4位。リアクション取りにくいの、そっちやっぱ。4位が40点のメイです。じゃあ3位。3位を発表します。3
点、3点。おー、これでいい、私これでいい。言っちゃった。お、3位は、でるるるるん。マリア。まだいる、めっちゃ。まだいる。しんちゃんが言うよ。何しか分からない。しんちゃんが1位は、ない、ない、ない。知らない。え、待って。ちょっと順位が、みんな、大波乱ですね。じゃあ次、5位。5位を発表します。まだいいよね、ここなら最後にいただければ。5位が30.6点。おー、第5位の人はセリー。セリー、やったー。うわー、まだいるのに。1位と2位と6位が残ってるよ、この中に。え、もうなんか1位じゃないと思う。待って、やつ6位だけど。めっちゃ1位やん。だって一番早く終わったもん。だってさ1、2、6ねえ、ピンクラスの最年長やばい。じゃあ2位の人を発表します。点数から言ってもいい？はい。2位と1位が70点で同率なので、最下位の人の点数がなんと0です。待って、ちょっと0かもしれない。え、そう、だってじゃないんだ。ゼロです。ゼロではないです。信じて。ゼロか70です。え、でも、ゼロか70って言ったらゼロの方が自信ある。じゃあ3組の人の名前言おうかな。なので名前呼ばれなかった2人は喜んでね。じゃあ1位みたいな。1位だから名前呼ばれない。待って0点の最下位の人の名前を言います。最下位はでるーでん、ゆずはん。よかった、よかった、よかった。ごめんちょっと下目の最年長見てほしい。笑いのセンス抜群だよ、ゆず。これ新潟県果樹園耕す。義務教育は小学校の6年間と中学校の3年間。9年間最近悩みました。これはなんか9年間。次 350m をキロメートルに直すと 0.35km。 ゆずがね、増えちゃってた。次 8kg204g を kg にすると 8.204。 うわ、惜しい。次漢字耕すが4本だね、3本の左側のね、ところが3本で間違ってる。これみんながさ、新潟県、これガタがね、多分ね間違ってる子が結構多くて、あの4つ点点点。果樹園は割といっぱいみんな当てたかな。で次、世界にある6つの大陸のうち最も面積が多い大陸はユーラシア大陸。これ間違った人、なんて書いた？アジア大陸。アジア大陸。まあ場所は一緒です。野田さん。はい。やったー。間違いがありましたか？最低ミス。違うんですよ。違う。香港。ねえ、めいちゃん。新潟ちゃん。何？なんて？間違っ。なんか、めちゃお帰りにクレープをぶたれるから。うわ、なかったことになった。次、聖徳太子の死後、中野江の王子らは蘇我氏を滅ぼして新しい時代を始めたが、その時代を何というでしょう。これ間違った子。はい。お、じゃあ合ってる子、レイラ。え、やった。何アスカ時代です。アスカ時代やってたの？なんかみんな奈良って書いてました。次、稲を病気や害虫から守るために何を撒くでしょう。これ、合ってた人を言うのだけ答えをどうぞ。農薬です。正解です。これ殺虫剤って書くことじゃん。書いちゃって。次、乾電池の並列つなぎは1個の時と比べて回る速さはどうなるでしょう。速くなるって書いた人。はい。お、3人。ユナは遅くなる。遅くなる。メインは遅くなる。変わんない。正解。これ直列は速くなる。はい。
でしょ。並列つなぎは1個の時と比べて回る速さは同じ。じゃあ次、空気の体積は温めるとどうなるでしょう。火が消える。ゆずは火が消える。火が出てきちゃった。どこが炭素のやつの問題かな、これ。セリ、なんて書いた。爆発。セリ、爆発しちゃうんだよね。また言った。空気の体積温めて爆発しちゃう。今からこの空気を温めますって言ったら炭素とかに普通に温かくなるんじゃない。それもそうだよ。じゃあ合ってる人みんなでせーの、大きくなる。正解。じゃあ最終問題、鎌倉時代の次の時代は何でしょう。セリは明治。マリアは室町。お、合ってる。おお、合ってた人。あら、じゃあメイは戦国時代。ユナは私は安土も大山時代。そこ二人近いね。この後みたいな。ということで、ピンクラテ TV の抜き打ち学力テストはこういう結果になりました。はい、ということで、皆様夏休みは寝てばっかりいず、ちゃんと勉強もしましょうという結果がこちらで分かったと思います。十分分かった、十分分かると思います。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。